こんにちは。経済学部1階の斉藤慎之介です。経済学部1階の西谷恭介です。今回の企画はシーズンコンダクターに密着してみた。今回紹介する2人は経済学部4階の山中博之くんと法学部4階の池谷陽平くんです。2人は去年ウィチムでコンダクターとして活動し、日本一を経験した後、今年度から C2 のコンダクターとして活動しています。そんな2人の活動風景に密着してみました。それでは最後までご覧ください。バルシャークそんな日のやつ嘘さんといていつも早いんですけど、ね、すいません、お待たせしました。もうちょっといときがよかったなそう、このライン突破で意図的にはプレスをちゃんとどうやってかけるかとかっていうのを、まあ、ちゃんとチームでどういくかっていうのを考えながら行ってほしい。真ん中から押したりで、ここにつけれるのがこの真ん中を越えた感じ。あの靴とかやってて何も聞いてなかった今の説明全然聞いてなかった。まあ、今日は、趣味のところやろうかなと思ってます。今、体きついよって言って。あまり関係ないんで、暑い中でもしっかり全員でいい練習をしましょう。みんな今日暑いけど頑張るよ。全然やろ。
いいです。お疲れ様です。まあ今日新しい試みをして、まあ、個人的には、まあ、見てて面白かったなと思ったし、まあ、一番いいなと思ったのはやっぱ中でコミュニケーションがすごく取れていたことが良かったことかなと思います。まあ、いろんな方法を試そうとは思ってるので全員がコミュニケーション取りながらやっていきましょう。以上です。はい、お疲れ様です。まあ、今日いつもと違う書き方したってところで、まあ、ウェイターとして C1 とかでまた別のやり方であったりとか A チームが別のやり方してるとかあるかもしれないんですけど、まあ、それに決まったやり方するんじゃなくていろんなやり方していくことで幅の広い選手になっていけると思うし、まあ、上にでも少しでも食い込んでいけるようにやっていってほしいなと思います。以上です。よし、はい、じゃあ大丈夫です。じゃあごめん、はい、お疲れ様です。と、はい、いうところにこだわってまた明日から練習取り組んでいきましょう。これで終わります。せーの、ゴー。はい、次ゴー。今日の練習はどうでしたか？やっぱり夜は早く寝た方がいい。何もしてないけど最近ずっとこれやねん。今日寝たの4時半とかでさ、睡眠不足一生。はい、俺も今日1時半ぐらいに寝て、今日朝バイトやったから5時半起きて5時間ぐらいしか寝てない。このサイクルやばいです。誰か寝る方法お待ちしちゃってます。コメントあそこに何かなんだ。今日どうやった？今日守備どうやった？守備は結構ハマってた。こっちは力人と翔吾、ヒロさんと陽平さんについてどう思う？明るくていい方だと思います。はい、大好き。みんなに聞いてもらってくれ。うん、それいいやん。みんな大木くん帰るから。いや、コンダクター本当にマジで、ヨエ君もヒロ君も2人ともいいコンダクターで、ヨエ君が冷静でヒロ君が熱い、そのバランスが取れてて、俺は本当もっといいチームになるんじゃないかなって。コンダクターがいいんで。お前それ。今日の練習振り返ってと明日の練習の意気込みについてお願いします。今日の練習は、まあ、みんな元気に暑い中でしてるとやってくれて、まあ、新しいチャレンジとかもいっぱいできたんですごく良かったかなと思います。はい、明日も引き続き新しいことにチャレンジしつつチームの底上げに貢献したいと思います。ヒロさんは？今日の振り返りか。今日の振り返りとしてはやっぱり暑い中やったんですけど、まあ、みんな元気にやってくれてたし、4回生中心に明大とかボギーがやってくれててよかったかなと思います。まあ、いつもやってないようなことをやったんで頭の部分ちょっと難しかったかなと思うんですけど、まあ、その辺ができていけばこの子たちは上手いんで上に上がっていけるかなと思います。お疲れ。そうですね、まあ、自分自身もっといろいろ勉強してやっていかないとあかんなっていうところと、夏大変なんでみんなで楽しく元気にやっていきたいなと思います。はい、頑張りましょう。なんかないですか、そういうこと。4日前に復帰したんで体力戻して試合で活躍できるように頑張ります。はい、あと明日9時連なんで朝起きれるように頑張ります。アラーム5個かけます。いつも僕10個ぐらいかけてます。僕も20個ぐらいかけてます。はい、今日のまず1個目のメニューどうやった？微妙かも。オフサイドあってもよかった。途中でつけようかなと思ってんけど、コーメン聞いたら、まあなんかあったら攻撃がちょっとむずいかもみたいな感じになって。評価するって話になった時にさ、テーマ設定しちゃうとさ、そのテーマは得意やけどさ、なんか例えば守備はできます。けど攻撃とか、ね、他も全然できますね。だったら守備テーマにしてたらそこで輝くな。だからなんかテーマをつけちゃうと輝きに差が出るというかバランスに。あ
もし評価したいのであればテーマを3日間やったらいろんな本にして評価していくのか、もしくはそのテーマ設定とかじゃなくてゲームとか、なんか例えば講師の切り替えとか、まあ、そういう分かりやすい部分、どこ行っても大事だ、そう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 、にした方がいいかなと思って評価ってなると、みんなってこの遠征の行くメンバーを決めるって話になるなと思って、評価するっていう面で見るんやったらなんかテーマ変えるないし、そういった普遍的なものにする必要なもの、じゃあもう純粋にただポゼッションとかがいいかな、普通にポゼッション、ライン突破、シュートとかゴール前で難しい、純粋な全部だけ、自分がやることっていうのをもう一回再確認してほしいっていうところと、あと今もう一個付け加えてんけど、チームとしてどうやってやってほしいかってところで、攻守の切り替え、サポート、追い越し、準備みたいなところは常日頃から言ってると思うから、そこはやってほしくて、これ自体もチームとしてどれぐらい できていたかっていうのは今日はまた指標としてみたいなと思うんで、こういったところも一個一個意識して勝つの大前提としてやっていきましょう。以上です。負けんじゃん、今日負けんじゃん、命題頼むわ。昨日最初ちょっとぬるい試合だったんで、今日しっかりピーク締めて試合に臨んでいきましょう。最高、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 はい、待って、はい、行こう、はい、行こう、はい、やー、はい、やー、はい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 、行こう、はい、はい、はい、オーケー、オーケー、オーケー、イエーイ、最高。今まあ1回10スペースやったけど、そこに対してボール運んでるやつに対して追い越しのところは数増やしていくとか、攻撃参加のところはしっかりテントに打ったくやってほしい。ここはゴール前のところやな。結構チャンス多いけど外してること多いから、そこはしっかり全部使い切ろう、はい、そこ大事に。あと守備のところもそうやけど、相手うまいこと前、まあ、外してくれてるけど、あそこが上手くなってきたら多分あそこまでやりとったら行かれると思うし、そこまででどうやって対処するかってところはもう一回みんなで話し合ってほしいところかな。あと35分もう一回このメンバーで、あーフォワードだけ方面入れるから、そこだけ交代して、ここからラスト35分も頑張ってください。以上、あとは中で喋ってもう一回。 OK です。増えた、うわー、最後挨拶だけで OK。 今日の試合の感想をお願いします。はい、今日は高校生相手ということで、やっぱり大学生として絶対に勝たないといけないっていうところはあったんですけど、まあ、それはまあ大前提として、おのおのの、まあ、この夏はリーグ戦がないんで個人個人のレベルアップってところにフォーカスしてやりたいなと思ってたんで、まあいい試合、まあ、いい取り組みができたのかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、以上山中監督からのコメントでした。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。珍しく真面目に答えた今、すごくない？成長